松城地震観測所2号庁舎地図気象庁。松城地震観測所は、長野県長野市松城町にある気象庁の地震観測所。舞鶴山の南山緑の松城大本営跡を利用した日本最大級の地震観測施設である。海岸からの距離が遠く波浪の影響を受けない。大都市から距離があり生活振動の影響を受けにくい。 安定した岩盤があるなど高感度地震計の設置に適する立地を生かし、1947年に中央気象台松城分室が設置され、地震観測が始まった。主要な地震計は舞鶴山山頂下100メートルの松城大本営アートの地下行動内に設置され、1965年8月3日から始まった松城群発地震で貴重なデータを採取するなど、 日本における地震観測研究の中心的組織であった。なお、松城地震観測所内にある松城地震センターは任務の関連があるものの全くの別組織である。1号庁舎、2号庁舎気象庁松城地震観測所小行動に設置されている席営、関日済み地震経営職員が常駐していた時の松城地震観測所の組織上の位置づけは以下の通り、 大行動入り口地下核実験の探知包括的核実験禁止条約に基づく日本気象協会による地下核実験の探知も行っており、ここの地震計で観測されているデータはオンラインでウィーンにあるデータセンター。なお、松城に核実験の振動波が到達するのは日本時間の夜間に多かったため、より高精度な観測が行えた。リスバット。 米国地質調査所ユすぐすが運営するリストアイリスが運営するバットのデータをインターネット経由でリアルタイムで取得し全世界の地震の震源や規模を高精度で決定し気象庁本庁に通知する大行動に設置されている地震軽松白地震観測所3号庁舎大森式地震系所在地までの交通手段は以下の通り公共交通機関 JR 長野電鉄長野駅から路線バスで約40分間、松代高校バス停で下車、徒歩約20分間、JR 篠ノ野駅や品野鉄道、八代駅からも松代高校に至る路線バスが運行されている。長野駅からタクシーで約30分間、または松代駅からタクシーで約10分間、自家用自動車場新越自動車道、 長野インターチェンジから自動車で約10分間。ありがとうございます。